空港とか、あと僕サービスエリアとかでも買おうとしたりするんですけど、手土産になってくると中身よりもあの袋が大事なんですよ、うん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 、ところが地方の空港とかって袋、ね、なんか袋がちゃんとしたやつついてなくて、 そこのなんかお土産コーナーのビニール袋みたいなこれしかないんですっつって、うん、ビニール袋しか渡されなかった時全部やっぱりちょっとこれは無理ですって。でも若新さん、うん、私本当同意する。だから袋で決めるもん、うん、あんまり気にしないかもしれないですね私袋も、うん、あの紙袋も結構みんなも取っとくますよ。取っといて何か使うの、あれ取っとくやばー、エコバッグ様になんないんですよ。だけど、はい、お土産袋の紙袋のカチッとしたものはむっちゃそれだけで様になって最後捨てて帰っていいんですよ。そうです。